I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.
Thank you.
さあ、行こう。そうか、払わない。Thank you.
近ませ。
たよ、龍二だ。もうやめてよ龍二、エリカのところに帰って。ユーゴはどこだ。ユーゴを通せば千歳の仇が取れるんだ。あいつの症候群が治った患者はいない。そんなのは子供だ。それなのに千歳だけ運よく助かったってのか。そんなことはあるわけ。本当なの、エリカがイーターで。エリカの話を俺に。そんなくだらない嘘で俺を止めに来たの。まさかユーゴの差し金か。仲間を奪う奴は誰であろうと消してやる。仲間でありながら裏切るならなおさらだ。お前も真田と同じか。お前もあいつのように俺から居場所を奪うのか。それならお前からだ。消してやる。無理は禁物だ。なんとかなったね。またデジモンを食べて力を取り戻す気だよ。急いで追わないと。落ち込んじゃダメだよ。龍二が私たちを本気で倒そうとするなんてあるわけない。きっと前よりアルカディモンの影響が強くなってるだけだよ。そうじゃなきゃ。それはどうか。デジモンと人間は影響し合うのさ。いい感情、悪い人間が暗いシーンに囚われている。デジモンの力は歪に、その歪な力はさらに人間に影響を及ぼす。デジモンと人間にはそういう負の連鎖が起こるのさ。そういうやつ何人も。だからあれは、正真正銘。ん？ああ、長くなるから説明は省かせてもらうが、知り合いに頼んで、強くしてもらったんだ。やり忘れたことがあるのを思い出した。準備運動も兼ねて、イーター食ってた。オタクらを見つけて。イーターを食べる？ま、いろいろあってな。
貸して。少し前から見ていたんだが、お前一人じゃ、リュウジを抑えきれないんだろ。こんな見た目だが、そこそこ強いぜ。調整するには実戦が一番だしな。それに、消えちまったからな。リュウジの本音は、あいつは俺と一緒だ。過去の生産ができないのは、あがいてる。それなら、俺たちもここらで決着をつけてくれ。決まりだ。ねえ、彼、本当に信用できるの？心配しなくても人間は食ったりしねえよ。デジモンは約束できねえけど。冗談だよ。行こうぜ。回復。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。
らえ。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。て
さあ、行こう。なんとかなったね。突き上がる。おい、離れて。僕たち叶わない。よう、うまそうなもん食ってるじゃねえか。俺にも分けてくれよ、ユージ。サナダ、お前。サナダと組んだのか。後輩相手に意気がってんじゃねえよ。
俺が自分から来てやったんだ。お前が本当に倒したいのは他の誰でもねえ、この俺だろ。そうだ、お前が逃げなければ、獣毒海賊俺と千歳が居場所を失うことも。全てはお前が俺たちを裏切ってから狂い。何度も言わせんじゃねえよ。俺がどうすりゃよかった。みんなお前を望んでいた。お前が柔道のトップであり続ければ俺たちはバラバラにならずに済んだんだ。それがお門違いだっつんだよ。俺だけが柔道か、俺だけの責任かよ。俺一人いなくなったくらいで消えるチームなら最初からないようなもんだろうが。それほどに惜しい居場所だったんならな、てめえがまとめりゃよかったんだよ。自分にできないものを俺に押し付けてんじゃん。それができたらじゃあダメだ。ジュードはみんなサナダ。何吠えてんじゃねえよ。負けサナダ。あいつと俺の問題だ。物好きなやつだな。どう？お前のせいで。みんなのおかげだよ。
さな、だどうして柔道を捨てたんだ。お前がいれば、みんな、お前に心酔して、あ、これじゃ、ダメだ。お前じゃないと、いけなかったのに。なぜ理由も言わず去っていったんだ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか。あの頃は説明できなかった。でも今なら言えるぜ、全部。俺はな、友人、ガキの頃にもダチを見ない仲間を失ったのはアンダーゼロが初めてじゃなか。ずっと前から俺には人の上に立つ資格なんてなかった。それなのに俺はそのこと、柔道の仲間はそのせいで犠牲になっちまった。アンダーゼロで仲間を失ったのはそのことを思い出したんだ。記憶じゃなく感覚でさ。だから柔道から逃げた。また同じ過ちを繰り、俺をもう一度リーダーにと仰せ、お前から逃げたんだ。柔道を離れたのはそれが理由だ。答えになったのはそなた。それに自分にはできないって言うけど、お前リーダー向いてると思うぞ、ルーディア。いい。俺はこれから昔見捨てちまったダチを助けに行く。そうしなきゃ何も始まらねえ。お前そんなことができると思うのか。逃げて。ああ、そうさ。俺は、俺の居場所を取り戻しに行く。あばよ。俺の用は済んだ。あとは、お宅の住む。今さら、どの面下げて。フーディエのリーダーとしても、陛下の兄貴としても、なまったれんなよ。ちとさ、またよしさんに頼んで、病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。ったく、警察に誘拐させるか、とんでもないやつだ。おう、そういうことだ、龍二。お前。何、人様に迷惑かけまくってんだ。エデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだ、このタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうか、ボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって、俺たちこれからどうやって風景切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーって一応客商売なんですけど、分かってますか、そこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローするためになるんでしょうが。そうだよ、しかも偽だよ偽。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっていうの。国によってこの大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって、東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ。うわぁ、ま、だいたいこんなもんだな。リュウジ、
俺はもう大丈夫だ。だから、ドタクはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ、兄貴。ちとせ。俺がいい。俺は。嘘だろ。